いらっしゃいませー。くっ、黒かねーな。はい、ほな、これで行ってくれる。はい、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 失礼します。お待たせしました。牛丼です。めちゃくちゃ美味しかったね。はい、はい、いらっしゃいませー。はい、よろ。カルビがどこで食べた肉よりもうまかったです。よっしゃ、よっしゃ、あの唐揚げ。お出汁もお肉も美味しかったです。大満足。もともと僕、肉の卸屋さんで働いてたんで、神戸市場に神戸ビーフとか田島ビーフ、田島牛っていう牛と買いに行って、で自分で見て、美味しいなと思った神戸牛を競り落としてくるんですよ。で、まあ、こういう塊の状態にしてもらって、それをうちの店で熟成かけて、で、筋引いて、商品化して肉うどんとか、ローストビーフとか、そういうものを作っていってるんですよ。
ちの方がいいですか？これやってからちょっと一回ずらして。
はい。カレーチーズとかじゃあ。はい。はい、やっさめさ、さめさね。うっしゃって。カルビ、教えて。はい。持ったままだ。はい。お肉喋ってくれてよ。はい、じゃあ行きます。はい、肉ぶっかけ詰めた肉ね。それで伝票終わり。
あの、唐揚げ。はい、あの唐揚げも行ってよ、これ、はい、これよ、これよ。ちょっと待ってね。はい。え、森田さん、はい、あ、了解。ありがとうございました。来られるんですか？初めて来たんですけど、 お肉も美味しくて、お丼もちょっと変わってすごく美味しかったんで、また来たいと思います。はい、ありがとうございます。肉疲れた。はい、いらっしゃいませ。京都来られた？初めてです。あ、初めて来られたんですか？はい。
いろんなお肉食べたくて、あ、ステーキしようか何しようかとかやってたんやけど。お味の感想はいかがですか？美味しかった。美味しかった。美味しかった。お出汁もお肉も美味しかったです。あ、そう、大満足。うどんと丼の肉が、唐揚げと、もうなんか大人が好きそうなやつ全部混じってるんで、それを全部この森で食べれるっていうのは幸せですね。初めて連れてきていただいたんで。そうなんですね。はい、うまいぞって言って美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。いいですか？はい。2017年の2月に住吉区でうどんマシンやり始めたんです。でその時は16席ぐらいのちっこいお店を妻と2人でやってたんですけど、はい、人買いしてるっていうのがうちの最大の売りなんで、焼肉屋さんでもなかなか人を直接競りに行って買い付けるところってないと思うんで、それをうどん屋さんがやってるっていうところに、まあ、うちの強みがあると思ってるんで、今後もその品質を落とさずにいい商品に提供できたらなっていうのは。一番の権力だと思うけど。何がなくなった？もうあっち行ったりこっち行ったりしてね。この間も土曜日にあの明石先生が鶏ガラと豚骨を使ってます、はい、鶏ガラは10キロ、豚骨は5キロを入れて、まあ、1日それでずっと炊くんですけど、うわ
あちこち行ってさ、こんな感じで食べたんだけど、あ、大丈夫、あの緊張するね。今日のパン、油はね、これが秘密なんですよ。油めちゃめちゃ高いんですよ。一缶6000なんもする。今まで2400円とかやったら、中華は胸焼けするとか油っぽいとかいう、そういう言われますけどね。そのこれろ過を使うことによって、それをずーっと今年お召しになった方とかでも、とんかつとかチキンカツとか食べはるんです。作業はもうめっちゃ手間ですけども、やっぱりお客さんにその脂っこくない中華をね、食べてもらうためには、そのぐらいの苦労はね。これが豚バラ肉なんですよ。このぐらい切っといて、あれがうちのおかみさん。僕この道44年、もうすぐ45年なんですけど、やっぱりいつかは店持ちたいという気持ちあるじゃないですか。ほんで40歳の時に一回独立してるんですよ。その店を5年で潰したんです。借金残して。これはあかんなと、まだこいつらまだちっちゃったからね、やっぱり自分で商売したいの。やり始めたのが13年前。この店、温めとくんですよ。うーん、そのそこで出してるやつは使ってないです。これを今度冷やご飯を水がいるよ。一番最初に入れて、順番に順番に入れていって、
ゲーションを一回冷えたいと思います。じゃあよく出る感じ。そう、これで作るよ。豚鶏という卵かな。今度は身が高級でどうぞ。じゃあ曲がりちょっと入れて、ネギ入れて、ボリューム満点ですね。だからね、原価をどんだけ抑えるかが勝負。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
唐揚げ先上がる？上げました。唐揚げ手が、唐揚げ手しかで、ね。ちょっと大です。食べたいけど、やっぱりね、これでずっと生きてるから、これだけは他は値上げさせてもらっても、いただきます。50万円まで100円、こっそりさん。ありがとうございます。やってたんです。5年やりました、5年。いつも儲かる。ありがとうございます。だけど、100円のお店で1人前100円、それだけ残した方がいい。それだけ残す。遅すぎますね。え？もう、あれ、合わない、合わない。上がります。はい、7番です。OK です。
何個くらい積み上げます。時間あったら時間ある限り。どうしぐらいになったわ。まだ持ってんの。よう持ってる方やな。いつもそうです。ああ、こればっかり。天ぷらが一番美味しいから最後に取っておきますけどね。この子は高校2年生。あ、そうなんですね。2年生だけど餃子巻きよる。お料理人になるらしいよ。あ、そうなんですか。はい。このアルバイトはどうですか。まあ、楽しいです。上がります。どうしてもこんなに水分とかが中で悪くなるからね。はい、ありがとうございます。はい、初めて言わせてもらった。そうだね。お味いかがですか。美味しいです。家の近くに
なくてよかったです。毎日通うやつ。毎日で参ります。餃子美味しいですね。餃子美味しい。生姜で食べやすくて。100円。100円。でも、まだ来ます。最悪明日来るかもしれない。上がりでーす。あとはインディングラーメンの味濃いめじゃがりや。こんにちは。はい。はい。その伝票な。はい。来たら絶対またお客さん離れていくから調子にだけは絶対乗ったらあかんっていうのが調子に乗ってるなと思ったら調子に乗ってんでって言うんですよ美味しかった、よかったってニコニコ笑いながらやっぱ帰ってもらえるっていうことがもうこんな店二度と来るかってはもう絶対思ってもらわんようにと思って
これおばちゃんのとこネギなしやな、あれなしや、キムチなしや。上海丼と、餃子ですね。もう相変わらずもう 何を食べてもとりあえず美味しいお店なので、僕いつも焼き飯なんですけどちょっと丼を制覇したくて。あ、なるほど。お伺いしたところいつも来るっていうのそういつももう小倉定食で、もう毎回一緒で最高ですね本当にもう泣けるぐらいです。泣けるぐらいもう入れていい通せろ、大丈夫。これはまかないなんて。まかないですか。ええの、これそうですか。ごちそうでした。ありがとうございます。美味しかったです。まだ家帰って、今から晩ご飯食べる。そうですか。お母さんが作ってる晩ご飯を足らんから、それでここで食べて。バイク乗って帰ってた。ありがとうございました。またお願いします。そうね、これこの粉をね、で油がここ落とそう。
ました。これ見えます？見えてます？ね。こんだけカスが落ちるんですよ。そのまま。ゆっくりゆっくりゆっくりこれいきますよ。全部あの吸収してくれてでろ過されるから綺麗な油だけが残るんですよ。美味しいです。コシがあって。ヘンザルうどんやばい。弱めた。はい。うどんだしを美味しく食べれる麺を目指すっていうのが。こっちから行きます。今1店舗で、あとトンカツが4店舗になってるから、まあ、うどんだしはまあそれぞれの店も使うし、味噌汁とかをもこれで取るんで、アジの煮干しとイワシの煮干しとサバ節とかイワシの節とか400リッター取れるから1200人前ぐらいのうどんだしを一発で取れるという。やばい。
これ塩水です。氷が入ってるのちょっと冷ましたいと、出来上がった時の温度が高すぎるとだれるんで、ちょっとそれを調整するために氷で冷やします。使う感じになりますね。これで180人前ぐらい、カツカツ石津寝屋川店にも送って、うどんととんかつをやってるお店なので、であとはここの四国うどん本店で、使っていくものになります。東京で修行したと。その後に門真でパナソニックの本社前で洋食屋をやったと。言われるがままメニューを増やしていったら 100種類以上のメニューになっちゃって全然儲からないと。でずっとアンテナ張ってた時に、自分はうどんとかができるんじゃないかと、これがうどん来るんじゃないかっていう形でうどん屋をオープンさせたのが、まあ、一番最初創業っていう感じで、最初は8品目で安い早いうまいをこう実現してたカウンターの店で、うちの会長家が実家っていうか、もうお父さんお母さんいりこの製造を四国の方でやってたから、そういう煮干しとかの見聞きができるなと。でパン屋でも修行してたから粉もできるなというところからうどんを始めたっていうふうに聞いてます。でそれが60年近くになるからです。何が一番人気なんですか？一番肉わか。これ一番ですね。もうどんな時でも一番ですね。あとはこのカレーとか。カレーはこだわりあって、その会長の洋食屋の時に教わったレシピをこう
つ継承してる感じなんで。でこれはサバを洗う酢です。これはお肉のタレで、肉だしって言って、醤油とみりんと砂糖が入ってて、これでお肉を炊くと甘辛くなって美味しくなります。で、これを絡めます。少しピンク色やったお肉とかが余熱と、このタレでキチンと火が入るので、最初に炊きすぎちゃうと硬くなる。火入ったでしょ、全部。これで火が全部ちゃんと均等に入ったので
すごい様子でもまだ少ない方です。Thank you.
ございます。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ほど腰も強くないし、もちりの方に生かしたいという感じ。うどんだしを美味しく食べれる麺を目指すっていうのが、こっちから行きます。この強くないですね。完全に冷やします。
します。曇りですね。はい、お待たせしました。わさび抜いてますね。いや、何食べるんだ、ザル食べる、食べるって言ってました。お味いかがですか？美味しいです。美味しい。よくいらっしゃるんですか？いや、僕は姫路から来てますからね。まあ、来た時は寄りますわ。何をご注文されたんですか？僕は肉天うどんで、天ざる。お味とかっていかがですか？美味しいです。コシがあって、大阪で一番美味しいと言いますか。個人的には。っていうので、今日は来ました。50以上です。
ません、若です。あ、ありました。あ、1個にしとくわ、今日は伝票持ってます。お待たせいたしました。おいしそう。やばい。うん、めっちゃコシがある。僕地元はこの辺でツーリングできて、久しぶりに行ったとき行きたいなと思って、やっぱりうまいなっていう。もう30年ぐらい前まで住んでて、ここに。だからその時、子供の時からあったから、地元では超有名です。懐かしいですね。あ、懐かしいです。ケンザルうどんやばいよ。マジでやばい。シャバ寿司めっちゃ美味しい。絶対食べてください。Thank you.
せいたしました。ラザ牛肉カレーになります。こんにちは。お2階日帰り4丁であります。お願いします。お願いします。A 席ハーフ上がります。ドリンクです。これをカットして1ヶ月発酵熟成させて、あの無加熱なんでビタミンそのままで美味しい感じで、チューハイで割ったりソーダで割ったりみたいな。入れて、で毎日かき混ぜながら1ヶ月発酵させるんです。発酵ドリンクなんで腸内バランスとかもそのまま取れるっていうのが。タレ作りとかはだいたい1ヶ月ぐらいどれもこれも熟成させるんですよ。麻婆豆腐のタレとかも1ヶ月以上寝かしてとか。豆腐が美味しいんですよ。特注の豆腐でちょっと木綿豆腐を固めに作っていただいてる感じですね。麻婆豆腐でなんか辛いみたいなところあるんですけど、やっぱり豆腐の味をしっかり大豆の美味しさを感じてもらえるように味の濃ゆめの大豆で作ってもらってる感じです。ひし形に切るのは味に馴染むために、
鶏油で油が取れるんですけど、それを、鍋で炊いて油にするんです。固形から液体にこう熱でこうして、でそれが全部 100% なんですよ。だからうちでやってるその唐揚げとか揚げ物全般格段に美味しい。オープン当初からその鶏油使ってて、もうそんな高いとかそんなところの騒ぎでも管理はややこしいし、値段で言ったらもう倍とかそんなレベルではないから、ない感じですね。はい、でも美味しいな、本当に美味しい。これを火を通すと油になる。
醤油タンク。フリアンガーでお願いします。料理あげます。はいよ。チキン南蛮でしょ。チキン南蛮。チキン南蛮で。チキン南蛮。南蛮ニャンガーで上がります。お願いします。空手一丁入ります。これは？はい、何番にゃんが上がります。何番出ました。簡単何番上がります。ナンバーお願いします。ハーフ上がります。みんなのハーフ上がります。お願いします。この1週間ぐらい、はい、3、4回来てます。日帰りが美味しいから。今日食べたあの麻婆豆腐定食、辛くて美味しかったです。おかわりもできるし、はい、とってもいいと思います。ハムないだけ。お願いします。ひやりお願いします。腹手上がります。腹手お願いします。
油淋鶏です、ね、さっぱりしてて美味しかったです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。提供スピードが半端ないですね。そうですね、お客さん時間ないんで。ハーフ上がります。極みレアガーで上がります。マボ一丁入はいよー。家の日替わりミニマーボ4丁。日替わりミニマーボ4丁。はいよ、ありがとうございます。日替わり4丁で入ります。日替わりでございます。はい、お待たせしました。日替わりアガーがあります。アガーがあります。はいよー。お願いします。お願いします。先生こんにちは。いらっしゃいませ、どうぞ。はいよー、どうぞ。お肉に日帰り4丁でやります。お願いします。どうもお気にありがとうございます。お願いします。お気にありがとうございます。あと日帰りレアガーで入ります。はい、日帰りお願いします。ありがとうございます。はいよ、ありがとうございます。今日は油淋鶏定食です。満足です。美味しかったです。おかわりもされてありますもんね。そうですね、もう本当にご飯が進むんで日替わりが800円、本当にサラリーマンに優しいぐらいだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。これ音が出してる。はい、音が はい、どうぞいらっしゃいませ、こんにちは。どうぞいらっしゃいませ、こんにちは、どうぞ。見舞いでます。はいよ。マーボー上がって、日替わり上がって、カラテ。マーボーカラテや。もぎにありがとうございます。マーボー上がります。次のマーボー上がります。はいよー。お願いします。はい、日替わりリャンガーカラテです。おぎにありがとう。どうもありがとうございました。どうもいつもありがとうございます。おぎにありがとうございました。お願いします。はい、2番3番代わりお願いします。はい、お願いします。
願いします。 A だけハーフがいます。お願いします。 A のハーフお願いします。はい、今から今通ってるんで間もなくです。どうもありがとうございます。すみません、いつもありがとうございます。お願い、餃子になります。はいよいいな、餃子ね。ぬめりと臭みを取る感じですね。昔のエビでちょっと大きめなんで、今だけねホテルでもこういうなんかいいエビは使わないみたいな、めっちゃ高い。カウンターが4席だけ、4席だけです。
失礼します。お先に生中と生大とウーロン入ります。焼き餃子、刺し餃子、各五個、たたき、焼き豚、唐揚げ帳です。6点やったね。失礼します。餃子になりますね。こちらチャレンジ麻婆豆腐になります。あ、じゃあお厚いのお持ちください。豚さん、はい、骨ですか。はい、お願いします。ママ、ママ、はい、お願いします。生中と生大腸、はい、ありがとうございます。ママさん、ドリンク生中量が生大腸、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おはよう。おはよう。あります。
つながります。はいよー、エビマヨお願い、はい、ネギソース上がります。お願いします。ヤンガーとユーリンハーフで入りまーす。今やねはいよー、山割りはいよがあります。はいよー、お待たせしました。いい1回行くか1回いいかーがいまーそばーどうもすぐたすぐたでいまーす。すぐたすぐいたしまーす。こちらお客様はいよー、ありがとうございます。お願いし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 ます
手のタブ。はい、どうぞ。はい、お店はあんかけまんばかります。ごまそばって珍しい。珍しいですね、だいぶ、はい、あんまり頼む人いないんですけど、食べたら次絶対頼んでくれるっていう。まあ、ちっちゃい頃からの夢で自分のお店持ちたいなっていうのがやっぱり根底にあったので、一回は挑戦してみようと。なぜ中華料理みたいなのがあるんですか？高校生の時にアルバイトしてたのが中華料理屋さんで、もその時の料理が非常に美味しくて、それが美味しくて中華料理やろうっていう風にもうそこで決めましたね。高校1年生の時でしたね。もともとカレー屋さんをしたかったんですよ。それが小学校3年生の時でした。やっぱり麻婆豆腐がここの好きですね。日替わり周りの感じの人が帰っちゃうかな。ちなみに今日の日替わりは、今日は焼肉。お店って今で何年なんですか？今で10年が過ぎたとこ。最初は7坪ぐらいの小さい店で、ね、1年半で潰れそうだったけど、ね、借金もう一回やり直して店軽めに改装したらええ感じになって、3年間ぐらいはちょっと大変やったけど、お弁当はね毎日今は10個だけしか作ってないねんけど、テイクアウトのお弁当の仕込みですね。
今月で一応ね、この弁当も やめるんですけどね。これ、黒毛和牛。今日はたまたまやけど、あの、だいたい週明けの月曜日は、かなりお得なお弁当。金曜日、土曜日で使う予定やったやつは、もし余ったら、まあ、肉とかは割とお得な日が多いかな。弁当はちなみになんでやめはるというか、あの、利益が80円ぐらいしかないんで。お弁当は1個おいくらなの？600円。やばいの？はい。それは豪華の。だから来月からは受注で。リーガロイヤルのテンダーマーフって店。ずっと中華料理しかしたことない。楽させてもらってるだけ。いろいろあの夫婦喧嘩が絶えなくて家へ追い出されることなんでね。あ、息子か。あ、息子か。息子はモテるからな。俺は鬼嫁がおるから周りじゃ全然モテへん。バイトくるようになってちょっと興味湧いたかして後を継ぐっていうつもりらしい。今のところは。何万もするようなもんをタダで出してるんですね。あ、ほら。腹入ってないですか？結構パワフルなお父さんですね。そうですね、なかなかあんな親父はいない。漫画みたいなやつ。めちゃめちゃでかい市内で、あの市内に重り巻いて7キロぐらいの市内作ってて7キロぐらい。あ、俺の市内。今もう20年僕の師匠に運動するの言われてる。ちょこっと運動して力出るようになった時に力ことあるやん。これが力入れすぎて断裂してな。断裂してんのこれ。ここ。筋肉が断裂してんの。ありすぎて。そうそう。ホックさん的にはいらない筋肉なんやけど。
店名って、うん、なんかこうどういう意味というか、これはこらってみてね、いてない虫の名前なんです。なんかおらんやつの名前つけようって、竜とかいろいろつけるでしょ。まあ風を食べる虫の名前なんです。だから大きい風が吹いたら、ここほどその風食べて大きなるっていう逆境をバネにじゃないけど、まあ誰も読まれへんってよく文句言われるけど。これでさばいてや。今まで食べた中の温度と絶対ちゃう。低温から最大の温度までゆっくり上げていく感じで、しっかり焼きの味を入れた焼き飯を作ってるつもりです。はいよ。はい。うわ、ほうれん草。ルロハン。何よ。ほうれん草、ルロハン。ルロハンのためにボイルした。うん。終わり。
はいよ。はい、はい、どうぞ。よくいらっしゃる感じなんですか？はい、よくは来てます。やっぱり麻婆豆腐がここの好きですね。麻婆豆腐とエビの甘辛、あの2つは大概頼んでます。山椒とかじゃなくて油でなんで、辛さもありながらいい感じの甘辛さで美味しい感じですね。ランチは毎週なんです。
け、ひがり、順々に行こうか。クローズいたします。よろしいでしょうか。
美味しい。
あえてもやしは冷たい、ね、はい、辛いのと冷たいのの豚は美味しいやろな思って、